がこんなに強いの、あたり前田の蔵か、言われますね。あの伝説の番組が半世紀ぶりの復活、てなもんや三度傘、修道院へ行ってあばさんになった藤田誠、白木実、そして財津一郎、あんかけの時次郎と陳年の珍道中に日本中が報復絶踏、最高視聴率 64.8% の伝説のお化け番組を目撃する奇跡的チャンス、懐かしの昭和スターたちも続々登場、楽しく元気に相撲を知りましょう。今なお語り継がれる珠玉のエピソード8作品を放送、てなもんや三度傘、7月28日スタート。